はい、POG2024 から25ラフィアンサラブレッドクラブのね、全頭チェック、えと、小規模集場ということで、今回2頭だけなんですけどね、ちょっと一応独立した動画でやってしまいたいと思います。まあね、一応全部やってこうって流れの中で、どんだけ動画化できるかちょっと今後は気合を入れてやっていきたいと思います。まずはね、えっ、ー、と、募集番号1番マイネルアレス、ボバ、 父、スクリーンヒーロー。母、リーピ・フラウ・ミルヒ。母の父、ステイ・ゴールド。募集価格2500万円で、美穂、相沢9車、出産時の母の年齢が7歳。母、出産時の祖母の年齢が8歳。お母さんは福島、品馬ステークスの2着馬ってことでね。まあ、その活躍したお母さんの初子の母バ。まあ、初子の品馬だとちょっと厳しいけどね、っていうところになります。まあ、今のところね、順調に調教が進んでいるようで、6月入球、秋デビューかな。 まあ、あの、マイネルのね、馬としては、まあ、えっ、ー、と、先代の頃のマイネルの古いイメージで言えば2歳夏にデビューしてほしかったけれども、まあ、先代の頃で言えばブライアンズ・タイム、この代で言えばスクリーンヒーローといった、まあ、ロベルト系の父の、まあ、こういう本格派っていうのは、まあ、このね、ラフィアンの結果を出す王道というところでね、募集番号一番早期募集は、っていう点も踏まえて、チェック対象には当然なるのかなと。 まあ今後ね、見ていきたいと思います。まあ、そして、募集番号2番、ホリゾンブルー、ヒンバ父、ゴールドシップ、母、アリスブルー、母の父、マンハッタンカフェ、募集価格1700万円で、立東吉田急車出産時の母の年齢が6歳、母、出産時の祖母の年齢が10歳、おば、お母さんのお,お,、ね、お,さんのお兄さんに、エイブ・ダッチマン、アイブス・サバ・ダッシュに馬、二着羽、曽祖母にノースフライトと、まあ、ノースフライトはね、そこそこ品系成功しましたよね。 まあ、ノースフライトのね、品は S フライトだったかな、まあ、POG で指名してたりした記憶もあるし、まあ、だいぶ前をね、まあ、母高齢ってあたりね、ちょっと微妙ですけれどもね、まあ一応なじみの血統ではあるので、まあ、これも気になる一頭ですとかって言ってはおきたいですね。うん、まあ、ただ、ただね、あのラフィアンとかね、ラフィアンもそう、ウィンもそう、あとノルマンもそうだし、 まあ、岡田ファミリー全体的にね、母恒例の繁殖品馬ってやつの、まあ、産庫の質が低下していくことに無頓着よね、まあ。そこは気になるところです。まあ、なのでね、完全に指名しないつもりではいますが、そんな感じです。以上、ハッチでした。